裏世界ラボ。北朝鮮の最高指導者キム・ジョンウン、独裁者である彼には子供の頃から数々の仰天スーパー伝説がある。その内容は、キム・ジョンウン3歳、生まれてから3年、この時にはなんと銃が撃てるようになる。同時に自動車も運転できるようになる。どのように車のシートに座りハンドルを握ってアクセルを踏むかは不明だが、一般的な3歳児でいうとベビーカーなどを嫌がるようになったり、おむつが取れトイレで排泄できるようになる。せいぜい大きめのボタンなら止められるようになる程度である。続いて一般的な6歳児はブランコを一人で漕いで遊べるようになったり、ジャングルジムに一人でてっぺんまで登れるようになったり、カレンダーを見てそれが何かという意味を理解できる頃である。しかしキム・ジョンウン6歳、彼は車を運転できるようになったばかりか馬に乗れるようになる。しかもこの時プロ騎手をはるかに超越した乗馬技術を瞬間的に得得したという。その後キム・ジョンウン7歳、翌年には大型トラックを運転し120キロで安全に爆走するも目的地まで無事到着という、3歳時点よりさらに高度な運転技術を身につける。一般的な7歳児ではハサミなどの道具を正しい持ち方で使用できるようになるといったところだ。キム・ジョンウン9歳、3歳で撃てるようになった銃だが9歳では動く的にも当てられるようになる。一般的な9歳はサッカーなどスポーツのルールを把握し遊ぶことができるようになるくらいだ。キム・ジョンウン16歳、祖父キム・イルソンの軍指導能力について学者も土下座するような超絶ハイレベルな論文を発表。一般的な人は人それぞれ。キム・ジョンウンの現在は意外にもスポーツ万能、特にバスケットボールはプロにも勝利する腕前らしい。ちなみにプロバスケットボール選手、身長体重平均197センチ96キロ、キム・ジョンウンの推定身長体重は167センチ130キロ、プロバスケットボール選手より30センチ低く34キロ重い。このようにキム・ジョンウンは相当無茶な伝説に彩られている。これらの伝説が登場したのは2011年のこと。北朝鮮の独裁的指導者キム・ジョンイルが死去した直後あたりから流布され始めたのだ。なぜそんなことになったのか。それはキム・ジョンウンが後継者として決定した時期が遅く、求心力がほぼゼロだったためだと言われている。北朝鮮においてジョンウンは祖父のキム・イルソン、父のキム・ジョンイルに続いて3代目の最高指導者となる。しかしジョンウンの父である北朝鮮の最高指導者のキム・ジョンイルは生前世襲制を否定するような発言をしたこともあったようだ。とはいえキム・ジョンイルもさすがに後継者問題を放置できないと思ったのか、北朝鮮では2008年頃からジョンウンを後継者とみなす動きが出始める。そして2010年にはキム・ジョンイルがジョンウンを朝鮮人民軍の大将に昇格、視察にも同行させるなどし、ジョンウンが後継者であることがほぼ確定する。しかしその直後の2011年、予想外の速さでキム・ジョンイルが死去してしまう。この時点ではジョンウンはまだ若く20代半ばであり、後継者と目され出したのが遅かったため軍部や国民の求心力はほぼない。そもそもジョンウンは母親が日本出身の在日朝鮮人であり、祖父のイルソンからは結婚を認められていない。そのためジョンウン親子は首都の平壌ではなく日本海側の工業都市ウォンサン市で生活していたとされる。そんなジョンウンが北朝鮮の人心を掌握するために必要とされたのがスーパー伝説の数々なのである。ちなみにジョンウンの父親ジョンイルにも伝説がある。キム・ジョンイルのスーパー伝説はジョンウンをさらに上回る。生まれた瞬間に二重の虹がかかり、神聖が現れ偉大な指導者の誕生を世界に知らしめた。生後3週間で歩いて8週間で喋り出した。大学時代には1500冊の本を執筆し、人類史上最高となるオペラを生み出す。しかしこれらの本とオペラは北朝鮮からは門外不出。残念ながら我々はジョンイルの素晴らしい作品を目にすることはできない。生まれて初めてのゴルフでは38アンダー11回のホールインワンという世界記録を樹立するも、そのままゴルフを引退する。ジョンイルが日本地図を塗りつぶすとそこに巨大台風が発生する。そして彼は人生において排泄したことがない。北朝鮮国営ウェブサイトに記載。排泄しないことがどのように北朝鮮の人民の人心掌握に役立っていたのかは不明だが、とにかくこのようにキム一族は神レベルのスーパー伝説に彩られている。人間をやめていると言っても過言ではない。北朝鮮の一般国民はこれらの神格化伝説を信じているのか、詳細は不明だが、ジョンウンの神格化については疑問を呈する者も少なくないようだ。特にジョンウンの母親が在日朝鮮人であるという経歴が疑問視され、神格化の障害になっている。北朝鮮では数年前にある3人が逮捕された。男子学生2人と女子学生1人である。彼らはジョンウンの生い立ちに疑問を呈し、その発言が北朝鮮の秘密警察に密告され連行されてしまった。女子学生に至っては家族ともども政治犯収容所送りとなっている。
疑問を呈しただけで収容所送りになるのが北朝鮮という国だ。つまり北朝鮮の人々はスーパー伝説を信じないという選択肢はないのである。きっとこれからも数々の伝説、いや神話が生み出されていくことだろう。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。